さて9月になりましたというかなってしまいましたのが正しいかもしれないんですけども、まあ1年で一番しんどいと言われやすい9月、この9月を乗り切る2つのポイントを今回喋っていきます。内容としては勉強編、そしてメンタル編の2つを話していきます。もちろんね、気になった方だけでも構わないんですが、よかったらね、最後まで動画お付き合いください。では早速始めていきましょう。改めましてどうも、ハイチです。まずは勉強編からね、喋っていくんですが、こちらのキーワードは授業の使い方です。皆さん授業中何してますか？何してますかって、授業受けてますって話なんですけど、おそらく先生の説明聞いたりとか、先生が黒板に書いたものをこう写したりノート書いたりすることが多いですよね。塾講師やってた時のうちの生徒の多くもね、最初そうだったんですけど、授業中って話を聞くとかノートを取るとかメモをするっていう、まあ作業の時間に当てちゃうんですよね。もちろんさ、書く量が多くてね、もう急いで書かなきゃ間に合わないんですなんて方もいるんですけど、先生によっては。でも違うんです。45分とか50分間授業受けてる間に、その時間にどれだけ覚えることができるかって、作業する時間じゃない、覚える時間なの。そういった意識をぜひ持ってほしいんです。もちろんすでにね、これを意識している方もいるかと思うんですが、意外とこの意識って抜けやすいんです。しかも9月夏休みが明けた後になると、どうしてもね、こう気力が出にくいんですよね。で、集中がしにくい、だれやすいって、そういったね、いろんなこう負の連鎖が重なってしまって、いつもはね、その夏休み前はできてたことができなくなったりとか、ずっと意識してたはずのことが意識できなくなったりしちゃってるんですよ。この授業の45分50分って時間は座ってなきゃいけないじゃないですか。まあ、その言い方も良くないけども、でもどうせ受けてるんだったら、この時間で一つでも多くのことを覚えちゃえば、未来の自分に楽をさせてあげられるんです。これ頑張ってね、ノート取って家で復習しようってできます？その時間ある？その気力あるかい？っていう状況が9月は起きやすいんです。だから授業中のその時間をうまく使う、より効率よく覚えることによって、家帰ってからの自分を楽させてあげてくれ。その意識を持つだけでも、9月のその授業の受け方とか、その忙しさ、メンタルの崩れ具合とかにもかなり関わってきやすいので、ぜひ授業中に少しでも多くのことを覚えられるように工夫をしよう、そうやってこの時間を使っていこうという意識を持ってみてください。そしてメンタル編ということで、もう一つやってほしいことがですね、まず朝起きた時にその日一日の目標ってちょっとね、ハードル高く感じるかもしれないので、一つ必ずこれはやるぞっていうことを決めるようにしてください。この目標の決め方はこうじゃなきゃダメっていうことはなくって、例えばさっきの勉強編の話を使うんだったら、1個の授業ごとに必ず5個以上のことは暗記するぞとか、数学のワークを今日絶対3ページやるぞとか、そういう勉強関係で決めてる子もいたし、あとうちの生徒でいたのが、朝と、帰ってきた時に、行ってきますと、ただいまか、を必ず言うって決めてる子がいたりとか、先生に必ず挨拶をするっていう、そのまあ行動だよね。そういう風に決めてる人もいました。そういうのも全く問題ない。勉強じゃなくても構わないので、その日一日、これを絶対やるぞ、これを意識して過ごすぞっていうのを一個朝決めながら生活してください。なんでこんなことをやるかっていうとですね、9月はとにかくメンタルを崩しやすいです。自己嫌悪にめちゃめちゃなりやすいんです。だから自分で決めたことをちゃんとやってるぞっていう、それを毎日達成してほしいの。誰かに与えられたことじゃない、自分で決めたことを達成するって。で、最初はそれができないことも多いと思う。で、へこんじゃう子もいるかもしれないんだけど、いい、決めたことを達成するのがもちろん目標、さらにその先の目標で言うんだったら、それを1ヶ月間やり続けるって、それが一番ゴールなんだけど、その1個前の OK っていうのを作ってほしい。それが何かっていうと、朝決めたことを夜帰ってきた時とか、寝る時でも構わないので、その時に覚えてるかどうか、できたかどうかはもういい、ひとまず置いといて構わないから、覚えてるかどうか、それを覚えてることができたらもう拍手です。いいの、甘いって思うかもしれないけど、人ってね、自分で目標立てたこと覚えてないから、最初ってきっと忘れることいっぱいあるよ。だってみんな学校大変なんだもん、いろんなことあるから。でもそれでもちゃんと覚えてることができてる、意識してることができるかどうか、まずそこがスタートで、意識できるようになったら、ちょっとずつできる日ができてくるから、そうやって少しずつ達成感を味わってほしい。
で、これをやることによって自分が決めたことがやれてるって、いろんなことがあったり嫌なこと言ってくるやつが出てくるかもしれないし、受験のプレッシャーでわーってなることもあるかもしれない。でも自分が決めたこと着実に一個ずつは達成できてるぜって、そういう過ごし方をぜひするだけでも9月のそのメンタルのね、こうね、位置が変わってきますので、ぜひ朝一つね、その難しいことを決めちゃダメだよ。難しくなくて構わないので、達成しやすいものを決めて、それを達成していく、意識していくっていう過ごし方をしてもらえたらと思います。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。これ9月の1本目の動画なんですが、夏休み直前の動画見てくれた方もね、いるかもしれないですけど、そこで私目標発表して、夏休み終わったらみんなとこうやってイエイってお疲れってやりたいっていう話をしたんですよ。で、この動画の最後にね、ちょっとやらせてもらおうと思ってるんですけど、ただ先に言っておくと、私目標達成できてないです。本を一冊書き上げるっていうのは全然終わらなかった。で、その反省に関しては概要欄かコメント欄に書いておこうと思うんですが、ただね、夏休みを振り返った時にめちゃくちゃ頑張れたって私自分で言えるんですよ。で、なんでそんなこと言ってるかっていうと、だから最初の目標設定の量間違っとんのよね。そこは良くなかった。良くなかったんだけど、頑張れた。生放送、まあ生放送はね、みんなが参加してくれたってのもあるんだけど、生放送にしても仕事にしても育児にしてもそうよ。本当に頑張れたと思える、ここ最近で一番良かった夏休みかなって思うんだ。だからみんなもさ、きっと夏休み振り返った時に自分に100点満点あげられる方ってあんま多くないと思うの。でもさ、でもだよ、できなかったところとか改善点反省は出てきていい、それは次に生かそう。でもさ、できなかったところもあるけど、できたところとか良かったところ、頑張れたところって絶対あるじゃん。いい、必ず両方見るんだよ。こっちだけじゃダメだよ、両方見るので、そのできたところと頑張れたところ、それが自信になる。その自信が9月のメンタルを崩しやすい9月を守ってくれる、自分をその防御力アップにつながるから、必ず、まあ、反省してた次に生かすとこは生かしていくんだけども、両方見て、で、その気持ち、その経験を持って9月ぜひね乗り越えていきましょう。ではいいですかみんな夏休みお疲れ様よく頑張ったね、お互いにね。じゃあその勢いで俺も9月頑張っていきますので、ぜひ今月も一緒に頑張っていきましょう。それじゃあ改めまして、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね、動画撮っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それじゃあ今週1週間も頑張っていきましょう。じゃあまた。